今日は日本で働きたい、えー、夢をスタッフが伴走してサポートというタイトルでこの日本での就職を実現できるようにそういった情報提供をティップスをお話しできればと思っています、えー、時間配分ですね今日のアジェンダはまず私たち株式会社ヘルテについて簡単に説明したいと思いますでその中で私たちも、えー、キャリアサポート あとスキルアップサポートをしてきました、えー。日本で働きたいと思っている外国人の人たち、日本語を勉強している人たちのうまくいっている場合とうまくいかない場合もたくさん見てきました。日本での就職を実現するための Tips をお話ししたいと思います。その上で私たちが提供できるソリューション、解決策を紹介したいと思います。 私たちには2つのサービスがあって、世話活という仕事を紹介するサービス。もう一つはセイルという、えー、日本語のコミュニケーション力を向上させるサービス。この2つを持っているので説明させてください。そして最後に Q&A。これは参加している皆さんと私たちスタッフが交流をしながら、えー、何でも質問できる時間にしたいと思います。 このように進めていきます。えまずはじめに私たちは株式会社ヘルテという会社ですえ。ビジョンがあります。分断のない社会を作るというビジョンがあります。今日本にもたくさんの外国から海外からの人たちが来ています。たくさんの外国人の人が働いています。でも日本語のコミュニケーション力の問題とか あとは就職活動のやり方がわからない、うまくいかないといった問題があるようです。僕たちの会社、株式会社ヘルテでは、海外から日本で働く皆さんを応援して、そして日本での暮らしがもっと良いものになるようにサポートしていきたいと考えています。会社の概要はえホームページを見てください。千葉県にある会社です。 もう一つ説明の資料を持ってきました。私たちは皆さんのような日本語を勉強していて日本で働きたいと思っている人たちを人材紹介、また生活のサポートで支援したいと考えています。また、実はセールというコミュニケーションサービスは日本の主にシニア層の人たちと会話ができるサービスを持っています。 皆さんが日本人と話すことによって日本の人たちも元気になるんですね。このような仕組みでサービスを作っています。私たちのサービスの一覧です。私たちは日本で働きたい世界中の人たちのキャリアアップ、スキルアップを支援しています。サポートしています。サービスの一つは夢プロジェクト。 これはオンラインでの日本語スピーチコンテストです。エントリー者は1000人から2000人とたくさんの人がエントリーをします。今年はもう終わってしまったんですけども、1500人の人がエントリーをして、ファイナリストが10人選ばれてオンラインでスピーチをしました。このスピーチコンテストで優勝すると日本にご招待しています。 もう一つのサービス、今日紹介するサービスの一つのセールですね。これは世界から日本語で日本人と交流できる会話コミュニティサービスです。会話するだけではなくて、キャリアサポーターが皆さんの日本語の話し方とか、また就職活動の準備もサポートする。キャリアサポートが、キャリアサポーターが皆さんを支援する。 サービスになっていますそして今日紹介するサービスもう一つは世話活です。これは日本に就職、移住したい人をまとめてお世話するマッチングサービスです。お仕事を紹介します。日本での就職やキャリアアップをサポートするサービスですね。私たちはこれらのサービスを提供して皆さんが日本で働くこと、 そして日本で生活をしていくことをサポートしています。ここからは私たちが主にサポートしている、擬人国ビザについて説明したいと思います。今日ご参加いただいている皆さんは、まあ、大学を卒業していたり、大学院を卒業していたりするので、この技術、人文、国際ビザで日本で働くことになると思います。 私たちはたくさんの擬人国ビザの人たちを支援してきました。私たちが紹介できる仕事の一例ですが、例えば、ホテルのフロント、IT エンジニア、あとは販売の仕事、マーケティングの仕事、営業の仕事、人事総務経理の仕事、企画事務管理の仕事、 えー、たくさんありますね。このような仕事を私たちの世話活では紹介してきました。業界で説明すると、ホテルや旅館、IT 業界、メーカー、介護、アパレルやレジャーや金融、保険といったいろんな業界の仕事も紹介しています。 もちろん他の業界や職種にも拡大中なので、ぜひ世話活にも登録して、えー、この就職活動にトライしていただきたいなと思っています。私たちは、えー、議人国ビザの対象になる人たちの就職支援をたくさんしてきました。もちろんうまくいく人もたくさんいます。一方で、えー、うまくいかない人もいました。で、このスライドに書いてあることは、うまくいかなかったときの えー、要素です、ね、まあ失敗例内定に落ちてしまった人が足りていなかったところについてまとめています。例えば JLPT の N1N2 を持っていてテストではあのすごく日本語ができるんですけども面接になると日本語の会話力が足りなかったおおよそ合っているんですが発音が聞き取りづらくて 面接でのコミュニケーションがうまくいかなかったこととか、あとは文化も違うので、こうリアクション、ジェスチャーの仕方、相づちとか、そして話し方とかがうまくできなかった、コミュニケーションがうまくいかなかったということがあります。あとは日本の人事の人も、えこの人と皆さんと働きたいかなという視点で見ているので、笑顔が足りていなかった。 ちょっと態度が悪かったそうういいっったたところも面接にに落ちててししまま理由になっていましたその他日本で働きたい意欲が弱く伝わってしまったこととか対応が機械的であった、えー、思いが込められていなかった情熱がなかったとかあとはコミュニケーションの問題でもあるんですが面接する日本人が 皆さんに質問をしたとき、皆さんが質問に対して質問を理解できなかったなと感じてしまうこともあるようです。また、書類ですね。書類の書き方も、日本独特の履歴書、あと職務経歴書というものを作る必要があります。履歴書での自己 PR、自己 PR を書くところがあるんですけど、 自己 PR が足りていなかかったとかまた、ビザや仕事の条件の理解が足りていなかったということでミスマッチが起きて、えー、内定を獲得できなかったということがあります。えー、擬人国ビザでは、えー、N1N2 の人たちを多く紹介しているんですけども N1N2 を持っているだけではなかなか突破できない 部分があるということも分かってきました。そこで、えー、この世話活では、面接の前に書類の作成や、そして面接対策なども行いますし、今話した、えー、落ちてしまう理由、失敗する理由のところをしっかりサポートするサービスになっています。そして仕事を紹介しています。また左側の青いセールですね。セールでは、 日本語のコミュニケーション力、日本語のコミュニケーション力をレベルアップするためのサポートをしています。それではここから、それぞれのサービスについて簡単に説明したいと思います。 では、まずですね、弊社株式会社ヘルテの方で運営をしている、外国人の方に向けたキャリアサポートのサービス、世話活についてのお話ですね。次のスライドからお話をさせていただきます。はい。えっと、まあ、私ですね、あの日頃、外国人の方、国籍をこう、なんですけれども、こう、日本で就職をしたいよという夢を見ている、こう、外国人の方のサポートを日頃させていただいているんですけれども、 えっと、一番上に言葉で書かせていただいているんですがえ皆さんのこう日本での日本企業でのこう就職キャリア相談というところからえ日本企業さんへの内定そしてこうその後の日本での生活支援までをワンストップでサポートしているサービスが「世話ツというサービスでございます。で 全体的な流れとしては、キャリア相談から書類選考、そして面接の対策で、日本企業への内定から生活、定着っていうところまでを、まあ、一連のこう流れで皆さんのサポートをさせていただいているんですが、もしこう、日本の企業に就職することに少し興味があるよと。 少し仕事がしてみたいなっていう、もし興味が、あの、持っていただいているようでしたら、あの、私の方でですね、あの、ぜひちょっとお話を一度させていただいて、こう、無料でのオンライン面談を通して、どんなお仕事がマッチするのかとか、そういったご相談を受けさせていただいて、 じゃあ、もし、ご紹介したお仕事に興味を持ってくれたときには、実際に書類の作成を一緒にしたりとか、面接はこういうふうに受け答えしましょうという、こう、サポートですね、を伴奏でさせていただいて、その後の内定と、まあ、日本でのこうおうち探しであったりとか、あとはもしかしたら、こう、ご不安に、 感じているかもしれないんですけれども、ビザのご取得ですね。先ほどあの、大野からもあった通り、こう、微、人国であったりとか、そういったこう、ビザの取得に関する手続きも、私たちの会社と提携をしている事業者と一緒にサポートさせていただいております。ちょっと名前を書かせていただいているんですが、行政書士という方であったりとか、あとは大手の おうち探しとかを問いまとめている大手の不動産エイブルという会社さんがあるんですけれども私たちの会社以外にも日本の企業さんがお手伝いをしてくれますので、まあ、日本での就職に関しては是非ですねもし何かあればあのご相談いただければなというふうに思っております。 では、あの、ここからですね、あの、これまでたくさんの外国人の方の、就職サポート、キャリアサポートをさせていただいたというお話を、あの、先ほどね、させていただいたんですけれども、改めて、どんな、こう、お国の人、どれぐらいの数を、どこに紹介してきたのかっていうところ、少しまとめさせていただきました。 これまでですね、毎月、まあ、世界本当に20カ国、本当様々な国の方がいらっしゃってくださるんですけれども、人数としては200人ぐらいの方の外国人の方の就職、転職、そして移住のサポートをさせていただきました。で、先ほど少しこう紹介しているこう業界として、ホテルを中心に IT とかこうサービス販売業、介護職とか、 いろいろお話をさせていただいたんですが実際にちょっとその会社さんのロゴですね紹介をさせていただきます。と私たちが今 外国人の方をメインでご紹介させていただいているホテルさんがいくつかあるんですけれども、そのうち、えー、現在ですね、30人から40人ぐらいの外国人の方をご紹介している株式会社グランビスタホテルリゾートさんという、まあ、ホテルですね。こちらの会社さんが一つ私たちが外国人の方をメインでご紹介させていただいている企業さんになります。 実際にこう、勤めていただく。外国人の方がこう、お仕事をしていただく内容としては、えー、人事採用のお仕事であったりとか、あとはこう、お客様とこう、会話をして接客をするようなフロントのお仕事だったりとか、あとは人によってはこう、料理が得意な方もいらっしゃるので、こう、調理師としてお仕事をしていただいたりとか、まあそういった各、え、ポジションに合わせて企業様には採用をしていただいております。 それ以外にもあの右側に少し書かせてもらっているんですが、えー、場所は長崎だったりもちろん東京あとは北海道関西の大阪京都場所は本当に全国に広がっているんですけれどもホテルの企業さんを中心にあと中には IT の企業さんであったりとか少し営業職があったりとか、まあ、いろんなこう企業様に。 外国人の方をご紹介させていただいております。ちょっと画像の中に実際にこう就職を世話活でこう決まった外国人の方のお写真も載せさせていただいているんですが、本当に様々な外国人の方の就職サポートさせていただいております。はい。では次のページお願いします。 ありがとうございます。では、あの、実際にですね、あの、先ほど大野からもありました。で、この後、ちょっと簡単に説明もさせていただくんですが、私たち株式会社ヘルテが運営をしているセール、そして世話活をこう利用していただいて、実際に今、日本で仕事でご活躍されている方、お一人の少し成功事例を紹介したいなと思ってます。まあ、皆さんのこう、先輩という形ですね。はい。 女性の方なんですけれども、ご出身はインドご出身で、当時こうサービスを利用していただいた時も、インドに在住をしておりましたで。少し名前は K さんとさせていただいているんですが、28歳の女性の方ですね。で皆さんもそうだと思うんですけど、こう日本に興味を持ったきっかけはアニメ等のこうやっぱカルチャーですよね。コンテンツで日本のおもてなし文化に強くこう興味を 持たれてで実際にこう母国の大学でですね日本語学科を通じて日本語を勉強したりあとはこう独学でも自分で日本語を一生懸命こう勉強して徐々に徐々に日本語レベルを上げていきながら実際にこうウェブサイトで えー、セールという私たちのサービスを知っていただいてそのセールというサービス、まあ、コミュニケーションツールのサービスになっているんですけれどもそのセール上で日本人の方とも計200回以上の会話を繰り返していただいたりとかあとはこうセールでちょっと取り組んでいるスピーチコンテストっていうのがあるんですけれども、まあ、セール夢プロジェクトって呼ばせていただいてるんですがそういったコンテストに参加をして自分の日本語力をこうアピールしたりとか。 いわゆるこういったコミュニケーションツールを通じて、こう日本企業、日本の文化のことを知ったりとか、日本の習慣を知ったりとかで、さらには日本語能力を上げていく。まあそういったこう地道な努力を重ねていって、いよいよ日本での就職をしたいなというところから、 私たち、世話活サービスのスタッフ、まあサービスをご利用いただいて、実際に先ほど、ちょっと前のページでご紹介をした、ホテルの企業さん、株式会社、グランビスタホテルリゾートさんという会社さんに応募をして、実際に書類選考を通過して、面接を頑張って、で内定を獲得して、で、今ではこう人事の、グランビスタホテルリゾートさんの人事のお仕事として、今ご活躍をされております。 なので、こう、皆さんもね、もし同じような境遇があれば、あの、すごくチャンスのある機会かな、というふうに思うので、皆さんも同じようにですね、セール、セワ活というサービスを通じて、まあ、日本での就職であったりとか、日本文化を知る、ぜひきっかけにしていただきたいな、というふうに思っております。 実際にあのその K さんですね。のあの日本でのこうご活躍というところがメディアでも一応紹介がされまして、あの日本のテレビで NHK って皆さんご存知ですかね。あの日本人なら誰でもして海外でも放送されているかなと思うんですけれども、そのメディアでの紹介もされてまして、実際にこう,こういうふうに頑張っているんだよってお話も載っておりますので、もし少し興味があったらですね、ご覧いただけると。 良、えー、いかなと思ってます。あの、放送の動画のリンクの、ね、QR コードも載せておりますので、もし良ければぜひご覧ください。はい。では、あの、実際にその、ちょっと計算の、えー、ちょっと基本情報になってくるんですけれども、成功事例ですね、えー、を少し書かせていただいております。国籍がインド、えー、その際の居住地がインドですね。で、年齢が当時25歳で、えー、N2 の j l p で N2 を取得されておりました。 で、実際にこう就業されていたお仕事としては、アマゾンジャパン合同会社という物流のお仕事で正社員さんとして働いていたところから、実際にホテルのお仕事に転職をされて、本社の人事部採用のお仕事としてご活躍をされております。実際にその採用企業さんにとっては初めて 本社での外国人採用の実績として成功した例になりますので、本当にね、こう、縁あって就職できた会社さんになるので、ここは一つ成功事例として紹介させていただきました。 はもう一人ですね。あの別の方ではあるんですけれども、実際のホテルの仕事以外にも、えー、就職、日本での、日本企業への就職が決まっている方もいらっしゃいまして、この方は IT のお仕事にご就職が決まった方ですね。国籍は韓国の方で、居住地は東京で年齢が26歳ですね。で、この方も JLPT が N2 の取得をされておりまして、当時は少しこう研究、 ジョデルです、ね、少し専門的なお仕事を正社員さんとしてご活躍されていたんですが、まあ、そこからご自身の今のその当時のですねお仕事の経験を生かして IT 部門への転職をご検討されていてその努力もあってですね大阪にある IT 企業さんの方に正社員さんとしてお仕事が決まりまして今ではそのエンジニアさんとしてご活躍をされています。 はい。なので、本当にこう、世話かつセールを通じて、日本企業への就職が決まる方は、国籍も様々ですし、年齢は本当にね、若い方だと、20歳の方とか、22、24歳とか、 30代の方もいらっしゃるんですけれども本当にさまざまな方がいらっしゃっていろんな思いを抱えて日本での就職をしたい日本が好きだから頑張りたいっていう方がいらっしゃるのでもしあの皆さんもこう同じような思いを今抱えていたりとか日本語がちょっと上手くなりたいなとか 自分の言語スキルを活かして日本で就職したいなとか、もしそういった思いがあればですね、あの私たちの世話活、そしてセールというサービスをご利用いただければなというところで、ちょっと後半はあのそのセールの説明を大野の方からさせていただければと思いますので、ここからちょっと大野の方にパスさせていただければと思います。はい。では大野さんよろしくお願いします。それではここからはもう一つの解決策、ソリューションサービスのセールについて説明したいと思います。 で今日ご参加の皆さんは N1、まあ、N2 を持っていて、そして大学を卒業しているので、擬、まあ、人国ビザで、えー、日本で働くことが可能になると思います。えー、もうすでに N1、N2 を持っている皆さんなので、もうすぐ世話活でお仕事の相談をしていいと思います。ぜひ CA 面談にも、キャリアアドバイザーの面談にも臨んでみてください。 でも一方で私たちもいろんな求職者、仕事を探している人と話していると、日本語のコミュニケーション力に自信がないという人も結構たくさんいます。そんな時にはセールをお勧めしています。で、私たちセールにはキャリアサポーターがいます。キャリアサポーターが皆さんの日本語のニュアンスのアドバイスとか、 また、マナーや文化的なアドバイスもしながら、そしてこのセールではアプリを使って日本人と会話することができます。このキャリアサポーターのアドバイスと、そして日本人と話す、会話を実際にする実践を繰り返して、どん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 日本語のコミュニケーション力、そして文化理解が進んでいくサービスです。セールアプリは1回25分間、 1> 1ヶ月に8回日本人とと会話することができま,すまた私たちキャリアサポーターとは2週間に1回個別の面談を実施することができますそしてこの会員ですねサブスクリプションに登録している人だけのコミュニティも実施しています一つはセールアプリですね セイルアプリで日本人とたくさん話してほしいなと思います話せば話すほどコミュニケーション力がアップしますあとセイルアプリの特徴としては年齢の高い人もたくさん登録しています日本人の年齢が高い人ですねつまり敬語を使う場面がたくさんありますあとは日本のことをよく知っている人たち日本の知識が たくくさんあるる人ととと話すすののでで日本のここもよく知ることができますそして私たちプロのキャリアサポーターが皆さんの日本語や就職活動の悩み事を、えー、アドバイスをしてサポートしていきます2週間に1回できるので、えー、日本語力そして文化理解を進める助けになると思いますそして最後にコミュニティですね 皆さんのように同じ思いを持って日本語を勉強して日本で働きたいと思っている人たちそして実際に日本で生活している人たちのコミュニティがあるので実際に日本に来てからも安心ですねたまに聞くのが、えー、日本で働いていてもなかなか日本人との友達ができないとか結構孤立してしまっているという話も聞きますもちろん孤立していない人が はあの問題がないんですけどもし、えー、相談相手がいない仲間が欲しいなと思っている人がいればこういったコミュニティも役立つと思います。世、えー、世話話ササーービビススはは念のため世話活サービスは無料ですどどんどん使ってください一方でセールのサービスは、えー、このアプリケーションを使うそしてキャリアサポーターが2週間に1回面談をするので有料のサービスになっています。 1> 1ヶ月ににドルのサブスクリプションになっていますその中でセールアプリの日本人との会話が8回キャリアサポーターとの継続的な面談が2週間に1回そしてコミュニティへの参加というサービスがあるのでぜひスキルアップを目指す皆さんがいればスキルアップを目指したい方がいればセールを検討してください。 でセールサービスをずっと使わなきゃいけないのかという質問もありますが、そんなことはありません。でも、コミュニティに属することができるので、コミュニティに参加することもできるので、あと、キャリアサポーターも継続的にサポートしたり、日本人と話すこともできるので、長く使うことはお勧めしています。でも、目標が就職することであれば、もう自信がつけば、世話活で就職をして、セールをやめることも 大丈夫だと思いますここまでで世話活セールのサービスを紹介してきましたま私たち今支援しているのが JLPT n h n 2を持っている方々ですねぜひ自信を持って日本で就職活動やそして生活ができるように応援したいと思っています私たちと一緒にぜひ頑張りましょう